おはようございます。11月になってしまいました。もう残すところ2ヶ月しか今年じゃないんですけども、トレードで使える日数ってのはまあおおむね30日くらいですね。まあですんでね、毎日の相場解説って言っても年間で200回ぐらいしかできないわけですよ。5年間で1000回です。まあですんで私も5年以上やってますけども、まあ動画にして2000本くらいですかね。まだまだですね。で、10月なんですけども、10月はバイの方でね、かなり稼げたというところで振り返ってるんですけども、ここからですね、そのバイの流れがちょっと止まって、横ばいに入ってくるところで10月は終わったと思うんですね。で、レンジ幅も決まりましたので、11月はそれに従って勝負していきたいと思います。まずは月足から見ていきましょう。これが月足ですよね。一番端っこの見てみましょうか。これ。この1ヶ月は、大きな陽線で終わってるってところですけども、つまりは倍で取れたよねってことなんですよ。でもその倍の流れも、こちらの力点の方でね、阻まれて止まって、こっから上に行くのか下に行くのかってところを占うわけなんですけどもね。まあ、全体的には横ばいというか緩やかな下方面の横ばいっていう感じかなと思います。もうちょっと大きく見てみると、この辺りに力点があって、そして、ここにもう一つ力点があるということで、この幅の中でね、この箱の中で動いてるのが今回だと思いますけども、おおむね、その下半分で推移してるのが、まあここね、2、3年の流れかなっていうところでございます。1本が1ヶ月なんで、12本で1年です。ですんで、1年、2年、3年ちょっとが、今見ている直近のこの下の箱になりますね。さあ、そして、ここを突き抜けると、広い空間が待ってるわけなんですよね。広い空間っていうのはここです。で、ここで展開することはあんまりないと思います。こっからどちらかというと、ちょっとね、円安が進みすぎたんで、円高の方向に振れるんではないかなと思いますから、箱の、あ、失礼しました。この中での展開になるんじゃないかなと私は思うんですけどね。じゃあ、週足を見てみましょうか。週足は言うまでもなく、1本が1週間です。で、ザーッと上の方に上がりましたよね。もともとは、ここでエリオット波動が取れていたんですよね。懐かしいですね。で、推進波が終わって調整波が入り、それがこの力点を突き抜けて上の方に行ったあたりから大きな円安に振れたわけなんですけども、ここで行動の限界点を迎えて、横ばいに入ったということでございますね。さあ、この横ばいが果たして上に行くのか下に行くのかっていうところが、今月11月の前半の第1週のね、見物になってます。じゃあですね、次は、日足ですよ。1本が1日です。さらに、こちらの方、ずーっと上がってですね、こちらの方に横ばいが決まったということになります。この横ばいでこれから推移していくから、これが上に抜けるのか、それとも下の方に沈むのか、ね、円安が止まるのかっていうところがこれから見えてきます。4時間足です。だんだんと抽象度を増していったところから具体的になってきました。ここはもうレンジがパッと引けますね。ここです。まあ、このラインよりも、上に行けば倍でついていくし、下に行けばセルでついていくっていういつものパターンですよね。で、最後に、1時間なんですが、いいですかね。多分、私の記憶なら、これ上底がこちら。力点がこことね、ここで全く一致しますからね。ちなみに、包み足ってのが出てるじゃないですか。包み足ってのはここに出てるわけですよ。こういうのも思い出してくださいね。はい、それで1個。もう1個は、こちらです。113円の385。ここに力点があるのと、こちらです。さあ、それでね、今回のレンジなんですけども、113円の385から114円の085になってるわけなんですよ。ここから、ここですよ。で、今まさに、110円の085を、クリアして上の方に行くかもしれないってところなんですけども、ここを超えたら、114円の140を超えたら、倍でついていきましょう。
ね、バイデン。そしてこれが下に行くようなら、この箱を抜けたあたりからすぐにセールに入っていきましょう。さらにこちら113円の385を抜けて113円の330をクリアしたらセールの方で入っていけばいいんじゃないですか。これがまあ今月の方針ですよ。ということでね、1週間目11月の1日から始まる週で、今のようなレンジ戦略に出ることになります。まあ、今ね、上昇の流れが結構上の方に来たのが止まったんで、多分セルの方向で取れていけるんじゃないかなって感じてるのが今日11月1日の月曜日なんですけども、いかがでしょうかね。それでは本日は以上です。